はいどうもこんばんは、トレインです。本日もご視聴ありがとうございます。マリオカート8デラックス実況プレイやっていこうと思います。さあ今回はタイヤ救済シリーズということで、トライフォースタイヤを、作っていきたいと思います。まあ、性能はまあ僕がな気分が向いたら左の方に乗っけておきます。ミニターボ値は確かこれで 4.5 だったかな。割る花よりもちょっとだけね値が大きいようにしてあります。よっしゃ、じゃあ今日も頑張っていきたいと思います。しっかり作っていきたい。消す、ああ消せないか。ちょっとあそこ消せてたらかっこよかったけど、まあしゃあない、まあ、ここはちょっとコイン落とした分を取りたかったんだけど取られていく。やばいな、ちょっと3位がファイヤー持ってるんであれは要警戒でいきたい。やばい、オーケ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 ー、やってる、ナイスだね君。ただほっ、いやちょっと狙いが危ねえ。自分当てちゃいそうになった。ちょ危ないから前出ちゃおう。こういう時はなんかもうスッと前に出た方が割と安全かも。危なー、めっちゃ狙ってくるやん。さあここはしっかり、おお怖、なんかめっちゃ投げてくるな。おっとこれ大丈夫か、危ない、ギリ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 。ちょっとミニターボは出なかったけど落ちないことが大事。さあしっかりダブル取って、後ろはなんか持ってるかな、一応蹴っつけとくか。おいいね、トゲゾウが飛んできた。さすがにこの距離だったら止まれないだろう、当たんないでね。おっぷりあぶらぶら、よしよし。さあこれちょっとイカ怖いんで、まあ満を持してあのショートカーを行かずにね行こうと思います。なんかあれだな、突っ込んできたな、ラッキーラッキー。よーし、なんか1位出てきたぞお、しかもダブルバナナは強いな。ここでかなり流れが来てる。いやーそこでサンダーはちょっときついな。やばいやばいやばい、終わったー。めっちゃ踏みに来るじゃん、おっぷの絶対あんなアウトまで来なくていいと思うけどな、踏みに来たな。しかもミスってるし許さねえ。よしよし、やって、ちょっとラグやりがすごかったけど、やばいやばい、危ない危ない危ない。なんとか耐えていいよ、しっかり耐えた。おっと1レース目からいきなり救えていけそうか。これはちょっとミニターボミスったけど大丈夫、多分抜かれない。よし、オッケー、チー対戦ありがとうございました。さあ2レース目はワリオ鉱山です。ちょっとねいきなり1レース目から1位を取るっていうね、もう神展開が起きてしまったんですけどもね、今日もねいつも通り実況はね続けていきたいと思います。その緑は食いたくないけど釣ってくれた。さすがにこれコイン欲しいんでちょっとアウト走って、いやーコイン全部取られるよな。ちょっとこの順位弱いよな。どうせだったら止まって多分アイテム回収した方がねおそらく強いんだけど、ああこれ使っとこう。周りに敵いるんだったら最初はね剥がしておいた方がおそらく強いんで、コインも取られるか。なるほど、どっか余ってくれたら楽なんだけど、おおラッキーラッキー、1枚でも余ってくれるならありがたいわね。さあ前には食らいついていきたいね。おおなんか潰れてる、赤コーラは俺じゃないか。とりあえずコイン取って、いやーバナさんで前出られたらちょっと嫌だね、怖いなーこれとりあえずちょっと前の人何人か剥がしておきたいんでスナイプする。危ないなお前、許さん、はい、俺にね攻撃するからな、そうやってやられるね。やっぱね僕のヘイトはね買うべきじゃないですね、やっぱり。そうだな、ちょっと1位2位がねちょっと抜けてるんですけど、僕これちょっとねクラクションほじっていこうかなと思います。まあ結構ねトゲゾウが来たら譲り合いがね起きかねない距離なので、まあ、ここはちょっと安牌としてまあほじってった方がまあ安全なのかなとは思いますね。ちょっかいかけないっていうのもね時には大事なんで、よいしょ。まあそうなってくるとねトゲゾウが来て欲しさはあるんですけど全然来ないな。それちょっと後ろの人がバナナ持ってるんでそこはちょっと警戒して、あトゲゾウ来た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 、ちょやめてやめてやめて、危ない危ない危ない、うわーもう何そのスナイプ、ちょっとごめんなお前当たってねえわ。ははもうマジかよ。めっちゃ動き良かったのにな。ちょっと警戒してなかったな今のは。ちょっとダブル取れてないけど、これはちょっと。いやマジか、もったいないな。せっかくのあれが。危ない危ない危ない。多分ここから順位上げるの難しいから。嘘、なんか後ろ赤コーラ持ってた。気のせいか。とりあえずこれ後ろ投げて、多分抜かされないようにした方が強いから。いやースリスト取れたどう考えても赤コーラバクスナが俺に刺さりまくってたな。さあ3レース目はワリオスタジアムです。
まあ、なんだかんだこのカスタムでも前は結構走れてる方だと思うんで、まああれだね、上位安定ないし、まあ1位もねしっかりね狙っていけたらないいよね。やっぱりとりあえずこのキノコは保持でいいかな。ちょっとショトカで使う人が多そうだからね、ちょっと本戦にはなるっていうのがちょっと想像つくんだけど、うん、まあでも保持し、それでもいいかな、保持してって。まあ、荒れた時はちょっと今から引くアイテムで強いアイテムをミドさんぐらいとか出てくれたらすげえ助かるんだけど、どう？おほほほほ、やべえな、前もファイヤー持ってんな。これはちょっと様子見だな。ちょっと様子見で後ろ焼いた方が強い。あー、このファイヤーやばい。いやー、よかった。まあ、これは割と助かった方ではあるかな。まあ、とりあえず落としたコインをしっかり拾ってって、回避してる人はいないっぽいな。じゃあコイン取って、これダブル余らそうなんで、インつきますか。おー、クラクションやばいな。ちょっとこれは追いつかない程度に走っていこうか。あー、怖いなー、これ。追いついちゃったら嫌だもんな。後ろも近いんでバナナ置いときますか。よいしょ。さすがにまあ当たんないか。お、いいね、木野さん。いやー、どうしようかな、でも。割となんかこう、すぐ使わなくてもね、ぶっちゃけいい気がするんだよな。トゲゾウ来てからでも遅くないと思うし、まあやっぱりこういうので防御大事にしてた。あ、ちょっと取られたら話変わるな。いやー、うそやん。マジか。これはね、ちょっと、ファイヤーが飛んできたらね、このブーメランを前投げして消したらなと思うんだけど、どっか、おー、めっちゃ降るね。このコース結構前子だから振りづらい方だと思うんだけど、結構振るね。おお、怖い、踏まないで。よし。踏まれなかっただけマシと考えて、赤コーラ早く投げて、ナイス。とりあえずここ適当に投げて当たればラッキー。やばいな、これ自分に当たりそう。よし。ゴリラになんとか運で当たっていく。まあ、これはショートカットに使って前に出ていきましょうか。まあまあ、これちょっと緑コーラ盗まれたのがだいぶ痛かったから、まあこれはまあ悪くはないかな、4取れてるのは。さあ 4レース目かな。4レース目は、ヨッシーサーキットです。ちょっとごめんなさいね、手元表示ね、ちょっとつけるのを忘れてたんで、ちょ今ねつけ直しました、申し訳ない。さあ、まあこれも打開狙っていきたいね。多分前にテレサ、あ、いないか、なんかいるような雰囲気を感じ取ったんだけど、ちょっとねさっきのレースでかなりね人数が減ってしまったんで、ちょっとアイテムテーブルがねごっちゃになってると思うんだけど、まあ頑張っていこうと思います。これ6位多分ね、今部屋の人数が10人なのかな、10人とか9人のレベルでレースしてるんで、ちょっと何位でねキラー出るか分かんないんだけど、とりあえずここ一旦交換するか。いやー、マジか、トゲゾウはいらないな。まあ、次もこれ交換が一番、いやー、そやん、それだったら打っときゃよかったんだけど、正味ここの3台痛くないんだよな。やっぱ貝がなんていうのかな、あれじゃあアイテム取れる分には全然痛くないんで、ただちょっとこの距離でキラー引いたら強いな。どう、引けたりしないか。でも距離的にはね出てもおかしくないと思うんだけど、やっぱ順位的に出ないのかなこれは。まあ、それならそれでゴリゴリ前行って全然ね勝つのでもありなんだけど、ちょっと1位がなだいぶ抜けちゃってるな、これかなり嫌な展開なんだけど、さあこれは前行って、危ないなあのドンキ、まあ、これ使うか。さあスターでショートカットして、さあ前はキノコ、これ前出ちゃっていいのかな。あ、ミスってるね。これはもう一気にサンダーが来る前にもう前詰めちゃった方が強いと思うんで、もう一気にいっちゃいます。さあこれは食べるでしょ、さすがに食べる。やばい、どこ行った、いなくなった、やばいな。これスナイプされるっていう負け筋が残ったけど、いや、よく引くねまあね、僕の方が間に合ったんでね、対戦ありがとうございました。さあ5レース目は、リボンロードです。なんかこのカスタムさ、なんか結構さ、もう常なんだろう、すでにさ1位2回ぐらい取ってるわけだけどさ、割と調子がいいなこれまああれなのかもしれない、結構カスタムミニターボさえ揃えたらどうにでもなる説が、まあ俺の中では割とあるんだけど、
まあ、それにしてもだよね、ちょっとこれ怖いけど多分突っ込んだら割と安心っていうか、まあ大丈夫な気がするんで、息突っ込んじゃうか。よいしょ。うん、ここな、ちょっと防御引けたら楽なんだけど引けないね。そうだね、ちょっと後ろのアイテムがね多分強いから怖いんだけど、なんかミスってんな、ショートカット投げられてない。オッケー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 。ここ1位出れたのはそんなに悪くはないかな。まあ、ただここね結構打開とかも効きやすいんで、まあ、ボム兵か、まあ、クラクションは引きたいところではあるよね、やっぱり。よいしょ、危ね。おお、取られちゃったか。まあそれはしゃあないな。よいしょ、ほっと。ここはちょっとブレーキ踏んでしっかり、ジャンプアクション周期にね合わせていきます。きたー、これが欲しかった。ただちょっと後ろが近いしショートカットされたら嫌なんだけど、ショートカットはしてきてないね。赤コーラは持ってんのかな、ちょっとわかんないな。平和に行きたいんだけど、こう1位2位だけが抜けてる状態で2位の人が何もしてこないわけがないから、もうこれはね正直もうあの赤コーラとか投げられたらもう気合でどうにかするしかないんだけど、これどうだろうな。止まった方が強かったかもしれんな。これ多分今赤コーラ投げられて終わるっしょこれ。2回、おお助かる、それは助かるな。これ出るかな。いやちょっと怖いけど、ちょっとドリフト入れながら入ると、まあ綺麗なライン取りが取れるね。さあこの赤コーラ消せないから緑コーラで消して、なんか湧いてきた、ラグか。いやさすがにそれは無理だ、やばい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 、仲良くしよう。まあ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 、しっかり前走れて2位取ったんだらこれは上出来な方だね。さあ6レース目はハイラルサーキットです。さあここもしっかり、なんか割とラグでさ、アイテムどっち取るか迷うよね。これちょっと止まってコイン回収してから上行きましょうか。まあ、こういう時に意外と止まった方が割と安定するっちゃすると思うんだよね。うん、前張ってもコインがねなくなっちゃうだけなんで、ここはね、まあ、一旦冷静になって、うわーちょっとその押しやばいな。ここの止まりマジでやばいんだけど、そうだね、ちょっとこの立ち回り激弱なんですけど、ちょドンキに押されてかなりね吹っ飛んじゃったんで、まあそれでもちょっとこれは相手を回した方が強いかな。ワンチャンサンダー出たら強いし、いらないのが来た、投げるか。とりあえず1離れてんな、なんか荒れたのかな。ちょっとうまい感じに前詰めていきたいね。さあしっかり前に出ていきましょう。スターはありがたいな。後ろはキュアがいいアイテム持ってんな。これちょっと交換したいね、ダブル。よいしょ、しっかりダブル交換して、まあまあありっちゃありだな。これをそうだな、まあ次の、はっ、ちょっと何考えてんのテレサちゃん。絶対俺より取るべき相手の人がいるでしょ。いやーしかもマジか。ここでスター出ないの割と痛いんだが、まあここからちょっとどこまで上がれるかは不安だけど、おトゲゾー2個目来たね。これは結構ありがたいけど、引かれたら終わりー、終わりー、終わりって言ったじゃん。あテレサ君来たね。これちょっと使っとくか。僕これ打開狙わないといけないんで、よいしょ。さあここでちょっと強いアイテムキノさんぐらい出てくれたら、はっはっ、ちょっと9から赤ゴーラ投げられたらダメですって。いやこれはさすがにちょっと打開が効かないな。うっ、まあ、とりあえずパック使って上がれるところまで上がっちゃおう。ほい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 、あなんか意外と上がったな。やばかった割には意外と上がれたな。まあ、今回も救済したということでいいんじゃないでしょうか。ご視聴ありがとうございました。